告のあった不審者はまだ近くにいるはずだ。一度ここから離れるか。目的地はこの駅だ。 OK。 メイン通りと思われるところに行こう。兵士がいる。抵抗はよせ。はい、叩き切る。本当だ、全体攻撃になってる。これだ。オッケー、ショートカットが楽だ。まだいる。ブレイバー消え失せろ。からバーストスラッシュ。おお、ここで仕掛ける。まだいる。終わりだ。これだ。爽快だね。ヘリ来た。あー強いやつ。EP 攻撃開始。ターゲットは駅を目指していた可能性あり。いや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 、こいつかわすんだよな。悪いな。よし、これならよし。これでも食らえ。集中してんじゃん。追い打ちだ。力を見せて。よし、ここから出す。逃がさん、逃げ場などない。武器を捨てて逃走しよう。出口はないぞ。まだ敵だ。噴水広場にてターゲットと交戦中。周辺の部隊は直ちに急行せよ。あっと、また来た。リミット使おう。強切り一人にしかできないのか。まあいいでしょう。不運を恨む。これはオーバーキルだわ。逃げ。まだ来るな。正面突破は難しいな。こっちは建物は伝っていくかも。上から行くのか。これこの辺徘徊してたらまだ兵士降りてくるか。まあそれはそれで練習になるからいいんだけど。あ、診断ボックス。こういうところアイテムないかな。とってもありそうなんだけど。あ、これはあるだろう。あ、ボックスか。建物。あ、降りてこないの。降りてこないのか。建物伝ってこう。あそこだ。あ、やめて。撃て撃て。いてててて。ギリギリ。いや、被弾してた。行こう行こう。ターゲットは住宅街方面へ逃走した模様。ああ、周辺道路を封鎖せよ。いたぞ、あそこだ。迷っている時間はない。どこだこれ。あ、箱があった。そっちか。アイアンバングル。あ、違う。アイアンバングル。 OK。この辺のアイテムもちゃんとあるんだね。うわ、何この説明。戦う者たちの思いを乗せ受け継がれてきた体験です。場合によってはとってもネタバレだけど、確かにそうなんだよね。くだろくだろ。
調に行け。あ、シールド持ってるぞこいつ。決める。鎮圧兵、あ、硬いな。え、ブレイバーだ。悪いな。お、ガードか、倒しちゃった。悪くない、ついた方がいいかな。またいる。消えろ。どうってことない。回避直後の回転切りとってもいいな。ターゲットは住宅街を進行中。道路封鎖の動員を急げ。いや、血眼になって追ってきてる。たった一人の元ソルジャーを。ターゲット確認、交戦する。あ、弱え。終わりだ。暗い。効かんか。まあまあ、よろめいてるところを。危ない。また盾だ。あ、いいね、回転切りやりやすい。こういうところとってもアイテムないか気になる。気になるけど先にも進みたい。大抵ボックスか。でもね、ボックスでもポーションは手に入るからな。こっちはどうだろう。あった。エーテル。何これ、椅子全部倒せる。ブレイバー、これだ。沈め。ああ、本当に硬いな、ガードハウンド。よし、攻めるぞ。投げだ。回転切りの方が攻撃しやすい。とってもスピーディーだ。あ、まだか。OK。どうってことだ。おっと、今なんか落ちてた。見間違いかな。宝箱、トーボックス。モーグリメダルは装備品ではなかったね。何に使えんだ。トラック来た。原作にもあったな。回転切り。あー、つえー、これだ。あれ、あんまり貫いてくれてないな。この赤盾が硬い。舞台長か。とこいつ硬いぞ。と先にこいつやっちゃおう。なんか魔法ケアルしかないもんな。今回復はしとくか。危ない。よし、ここか。正面向かれちゃうとね。後ろに回るか。行け。
はあ、回り込めで攻撃させるか。今です。違うな、まだだな、まだだ。ダメか。よし、あー、振り向き早っ。急に手強いぞこいつ。なんかダークソウルみたいなことになってないかこれ。覚悟はいいか。サモンゲージ、そうだ、こっちにはカーバンクルが。一旦回復しよう。ちょっとゲージ溜まるの待ってみるか。溜まった？ OK、 行ってみよう。出番。何をしてくれるんだろう。お、何かカゴでもくれたかな。いやー、こいつ強えぞ。どうだ。よし、チャンス。死んだに歓迎やね。おい、プロ、いいやつだ。八番街警備2班、男を追い詰めた。これより確保する。おい、その件は。クラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし見ただろ。ソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない。うん、本気で誘わない？ちょっと。失敗したじゃねえか。え、あ、何してやがったんだ。ああ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。ふっ、おう、けっ。待て、一つ聞きたいことがある。あ？見えない敵を見たことはあるか？あ？ローブを着た霧のようなやつだ。それ、見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。神羅の新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい。聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでますね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。八番街ステーション発、到着までに先頭車両に集合。7番街駅、この列車は一番マコーロ爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いましてご迷惑をおかけします。早い。今ものすごく気になってるのは、あのトラックで襲撃に来た兵士たちの一人が、うちの一人がこの件に何か反応を見せたけど、
あの兵士ってひょっとしてあれじゃないかな、クライシスコアに登場してたカンセル君だったりするのかな。まさかね、カンセル君くらいだぞ、一般兵士でこの件のこと知ってるの。立った方がいいんじゃないかな。ちょっとスリに気をつけない。狭いな、その体型じゃビリビリっす。当然だろ。クラウドさん、俺罪の告白なら他でやってくる。うわ厳しいっすね。ちょっと聞いていいか。犯人はどうなったのかしら、はい、あんたああいう状況には慣れてるのか。さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れるだといいけどな。いや、いいのかな。何か用なの。なんか不特定多数の人に文句言われてそう。すいませんね、ジェシーもいた。やっぱり地上が一番。クラウド、SOS。 ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔鋼が誘爆を起こした、そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、魔鋼炉はそんなこと想定内じゃない。見えない敵がいるって言ってたよね。ああ、ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないもの。クラウド、聞いてくれてありがとう。そりゃ不安だよな。びっくりした、魔導がいたのかと思ったわ。魔鋼炉を爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。シンラにたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。何なんだ君は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前はてめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送ってやる。これが新列車員の戦い方だ。意義なし。これぞ新列魂。けん、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか、いつだって精一杯生きてる。引きましょう。あんな腕に銃がついてて、物騒な奴がアバランチだとバレないのか。今の何も聞こえなかったぜ。くだらねえ、何が死んだ魂だ。寝とる。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。
ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地、その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、賞罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心して。ね、腕によりをかけたんだから。地上まであと少し、ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。みんなこの列車と同じ。しかめたルールには逆らえないんだ。